で、サブちゃんです。はい。はい、今回何やるかというと、僕もちょっと TikTok 見て思った企画が一個あります。はい。10って言ったら負けゲームっていうのをやりたいと思います。はい。はい、ルールなんですけれども、うん、1対1でやるんですけれど、うん、交互にこう、数字を言い合います。1、2、3、4、5みたいな。で、数字を、1人、3つまで連続で言うことができます。例えば、1、2、3みたいな感じで、4、5、6。4、5、6みたいな。連続で言うことができます。うん、で、それで、自分が10って言ったら負けっていう、ほんとシンプルなゲームを、こちらトーナメント式で、グッとパーに分かれて、まあ、1位を決めるっていう、ゲームです。ああ、なるほど。雑いよな、ほんとに。でもわし、これ結構昔やってたよ。あ、どうすか？うん。じゃあ、勝てる説。勝てる、うん。必勝法してるよ。あはははは。あはははは。ご存知ですか？知らなーい。なっちゃんは？知らなーい。はい。じゃあ、やっていきましょう。グッドパーで分かれよう。はい。グッドパーで分かれましょう。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 そんなそれそれなんなパー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 でグーグーで。なんか適当に負けてくれ。はい。やりましょう。はい。じゃあまずは、僕とりっちゃん。はいはい。ですね。じゃあ、どうする？二人でいい？はい。じゃあ、じゃんけんで先攻後攻決めましょう。最初はグーグーじゃんけんぽい。はい、行きましょう。よし。じゃあ、私からいきます。はい。1。2。3、4、5。6、7。8、9。10。勝利弱勝利いやいや、たま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 。はい。たまたま勝った。両県。たまたま勝った。え、すごい。たまたまじゃん。りっちゃんが、はい。いや、たまたまだよ。たまたま。たまたまだよ。たまたまなんかちょっと、行ったら、たま、適当に行ったら、なんか勝っちゃった。僕もたまたま負けちゃった。ごめん。じゃあ、次は、なっちゃん VS、ムピン。シャ。シャ。じゃあ、先攻後攻。はい。最初はグー。じゃんけん、はい。はい、こいつ。先攻。後攻。どうぞ。1、2、3。4、5。6、7、8、9。いや、4回。3つまでしか行ってない。3つまで。6。7、8、9。10。はい、なっちゃんの負けです。やったーやったーよっしゃはい。決勝だ勝てなくない？はい。決勝だグッピー VS リッちゃんじゃあ、最初はグー、ジャケット、パイ先行終わった。1。2 3、4、5 6 7、8、9 11 じゃあ10飛ばしてるとえ7、8、9負けたやった優勝グッピーあーありがとうちょっとやりましょういいですよ最初はグー、ジャッキー、はいじゃあ先行ではい1ポケジャッキー最初はグー、ジャッキー、はいなっちゃん先行でいいかなあ、なっちゃんじゃあどうぞ1 2 3 4 5 6 7 9 10 あれありがとうございますあれまあこれにはね必勝法があるんよねそう必勝法がありまして真ん中の数字私知ってるからよく聞きなとなり必勝法があるんですこちら真ん中の数字5をその人が絶対に言ったら勝てるんです5を言ったら5。そうそう、5って僕が例え言ったら、なっちゃんが6って言っても僕が7、8、9って3つ言えるんで。で、もう、で、僕が5で、6、7って言っても8、9っていうことできるんで。そうそう、マックス9までいけちゃうんで。なるほど。で、なんならもう、1言ったら ?1 って言ったら、勝てます。くそー。でももうこれで知ったからね。そうだよ。じゃあ、よっちとかやってみないそうだね。よっちにやろう。やりましょう。よっちにやろう。なんでなんでって言うとくそーっていう感じです悔しいすいません、しててやってみてください